吉田勤発見動画チャンネルです。この鳴瀬駅 JR 横浜線鳴瀬駅南口のクリスマスツリーです。この今明かりがブルーと白で点滅をしています。先ほど映しました角度よりはこちらの方が蛍光灯の光が少し弱いので若干確認できるのではないでしょうか。こちら側にこのグルナビの忘年会の予約看板でっかいのがあります。そのちょうど中間の部分に向こうは焼肉の牛角の店があります。その中間の部分にこの駅前、狭い駅前ですが駅前広場がありまして、こちらに今イルミネーションが輝いているところです。なかなかこの蛍光灯の JR 横浜線鳴瀬駅の蛍光灯の明かりが強すぎてこちらからはなかなか確認しづらいのですが、点滅しているのがご確認をいただけると思います。これから非常にクリスマスツリーがあちこちで点灯されてまいりますので、そうしたものを気がついた範囲で少しずつ映していきたいと思います。まずここは横浜線鳴瀬駅南口鳴瀬ヶ丘側のクリスマスツリーでした。終わります。